皆様こんにちは。今回は今年のベストコスメを紹介していきたいと思います。はい、で最初につけてるカラコンはモテコン×チョキチョキガールズのミルクティーアッシュっていうカラーです。でリップは後で紹介します。では早速紹介していきたいと思います。もう今年も終わりですね。はい、で今年のベストコスメはまあいつも私が悩んだら選んでたものにしてみました。で動画で結構出てるものもあるんですけど、動画ではあまり使ってないけど普段めちゃくちゃ使ってたっていうものもあります。では早速下地部門紹介していきたいと思います。下地部門はこちらです。ビセリシェのコンシーリングベースです。化粧下地、これは SPF25PA3+ 入ってます。で私はこれを下地部門とコンシーラー部門にも選びます。何がいいっていうのはこれ1個で化粧下地なんですけど、カバー力がすごくあります。こんな感じで緩めのテクスチャーではあるんですけど、しっかり垂れるとかなくってしっかりカバーしてくれる感じでめちゃくちゃ使いやすいんですよ。下地としてもそうなんですけど、これ1個でもベースを仕上げられるので、本当に普段生活してて今日メイク何しようかなと思ってファンデーション悩んでて、これを使ってこれだけで全部仕上げて、あとパウダーをはたいて出かけるっていうのも全然あります。綺麗なツヤ感が出てくれるし、化粧下地ってことなので重たいっていう肌が思うこともないので、これを本当にベースとして使ってることが多かったです。プチプラなのにすごく優秀だったので下地とコンシーラー部門に選びました。全然乾燥もしないので、ここの目の下につけても全然平気ですし、次にのせるファンデーションも結構綺麗にのってくれてたので大好きです。はい、これでちょっとカバーしてくれるので次のファンデーションが少量で済むっていうところもすごく好きでした。これ大好きです。では次ファンデーション部門に行きたいと思います。ファンデーションはデパコスのと迷ったんですけど、やっぱり価格帯で言ったらこれですね。ケイトのシークレットスキンメーカーゼロです。04番を使ってて今日も塗ってるんですけど、本当になんか今までのファンデーションと違う感じです。薄付きだと本当にカバーしてくれないので何回も重ねなきゃいけないんですけど、そうすると厚塗りに見えてしまうっていうのを全然もう逆の発想でなら、ちょっとカバー力のあるものを1回でつけれるものっていう感じのコンセプトだったと思うんですけど、本当にその通りで、私もワンプッシュで仕上げてるんですけど、本当にプチプラでこんなにカバー力があるのがなかなかなくて、やっぱりベース系はケイト優秀だなって毎年思いますね。なんか来年これの同じ形で、でリキッドなのに塗るとパウダーに変わるっていうのも出るらしくて、それもめっちゃ気になってます。それぐらいケイトのベースメイクには信頼があります。日本のコスメってカバー力っていうよりはナチュラルな薄付きなものっていうものが多いので、私本当にそばかすが隠れないので諦めてたんですけど、これに出会って本当にまあ完全には隠れないんですけど、でもある程度薄くしてくれるのですごい気に入って、これを今年はたくさん使いました。では次パウダー部門、日本のじゃないんですけど、これでちょっと読み方があれなんですけど、キャットボンディかカットボンディのどっちかなんですけど、ロックイットのセッティングパウダーのトランスルーセントっていうカラーです。本当これはセフォラのセットで入ってたのですごく小さいんですけど、このパウダーは本当に良くて、私今日ケイトのこのリキッドを塗ってからこのパウダーで結構たっぷり塗ってセットしてるんですけど、この鼻周りとかのツヤ感がすごく残ってくれるパウダー、こことかもツヤ感が消えないパウダーなんですよ。なのでしっかり塗ってサラサラにしてもツヤ肌になるっていう私の大好きな使用感で、まあ多少のベタベタはツヤ感ならしょうがないかなって思ってたんですけど、これはこれに出会ってからはしっかりサラサラな状態なのに
ツヤ感もまだ残してくれるっていうことで本当に気に入ってこれは使ってたし、持ち運びもしてました。ただ本当に日本では買えないので、海外行った時にセフォラで買おうかなと思ってるんですけど、それかまあ海外通販をしようかなと思うぐらいすごく気に入ってます。まあまだ容量はたっぷりあるのでこれをたくさん使っています。ツヤ肌が好きでサラサラ感が好きな人はこれすごくおすすめです。シェーディングに行きます。シェーディングはこちら、メディアのモイストフィットパクトの OCE1 番健康的な肌の、まあこれはもう見ての通りフェイスパウダーっていうかファンデーションなんですけど、今日もノーズシャドウと顔周りに出てるんですけど、本当にしっとりしてるんですよ。もちろんファンデーションだからっていうのもあるんですけど、でファンデーションなので薄付きというか肌なじみがすごく良くて、調整しながらこう濃くできるっていうところが去年ベスコスに入れたフィジシャンズフォーミュラーのバターブロンザーと似てて、ファンデーションの粉質だからまあ似てるっていうのもあると思うんですけど、がっつりガッてついちゃうと調整も難しいし、私結構ツヤ肌が好きなのでペタペタしてるとブロンザーを入れちゃうと本当にここだけ線がピーって入っちゃってぼかすのがすごい大変でファンデーションがよれちゃうみたいなことがよくあったんですけど、なのでクリームタイプとかスティックタイプのものを冬は使っていることも多かったんですけど、これに出会ってから本当にファンデーションを塗る感覚でこうやってもそんなに一気に1回目で色がつかないので、こう何回も何回も足していくっていう感じでしっかり立体感が出せるので、いいブロンザーが見つからない方とか肌の色が白くてどのブロンザーを使っても濃く違和感出ちゃうんだよねっていう方は、もうパウダーファンデーションの自分の肌よりツートーンくらい色を買って入れるとすごく自然な立体感が出るので、で特にこれがすごくしっとりしててファンデーションとしても好きなのでこれがおすすめです。はい、これを今年はブロンザーシェーディング部門として選びました。はい、ではその次、ハイライト部門。ハイライト部門はこちらです。ローラメルシエのキャンドルグローパーフェクティングパウダーの1番です。これもフェイスパウダーとしても使えるものなんですけど、私の動画ではすごくたくさん出てます。本当にこのフェイスパウダーでも使えるってことで、こうめちゃくちゃ自然なツヤが出ます。すごい自然なツヤが出て、これをフェイスパウダーとして顔全体にのせる時もあるんですけど、その時は結構な確率で今日ファンデーション何使ってるって聞かれるぐらい綺麗なツヤ肌が出せます。で1番をハイライトとして使ってるんですけど、これ3番の結構暗めの色をシェーディングに入れるのもすごいおすすめっておすすめしてもらったので、この3番も来年はゲットしたいと思います。はい、次はアイブロウ部門に行きたいと思います。最近ランクインっていうか最近買ったんですけど、ビセリシェのソフト&スリムアイブロウペンシル、私はアッシュブラウンを使ってるんですけど今日もこれで仕上げてます。この細さがすっごい良くて、今までアナスタシアのアイブロウペンシルをずっと動画でも使ってたんですけど、もうそれがなくなってしまって次何にしようかなって思ってた時にこの細さがいいなと思って、でこの色も本当に黒髪とか暗い髪でも不自然じゃなくってしっかり馴染んでくれる色で、このブラシもすごく良くて細くて小さいのに結構密度があるのでしっかりブラシを溶かしてくれるっていうのがすごいいいです。でペンシルも本当に細くて、でこんな感じでちょっとナチュラルな発色、アッシュな発色をしてくれるのですごい自然に仕上がります。これに出会ってから本当に眉毛悩みみたいのがあんまりなくって、これを使えば間違いないので最近はずっとこれを使ってて、ベストコスメにもこれを選びます。では次はアイシャドウ部門に行きたいと思います。アイシャドウはこれです。リメルのロイヤルヴィンテージアイズ009番で今日もこれで仕上げてます。このアイシャドウは、まあ、秋メイクをしようと思った時に買ったんですけど、本当に絶妙な赤、このハイライトカラーも肌なじみがすごいいいので、はい、こんな感じなんですけど、すっごい肌なじみのいいカラーで、この赤濃
濃い赤もすごく絶妙で、真っ赤っかっていうよりはしっかりブラウンも入っていて、まあ私は結構指で濃くつけてるのであれなんですけど、薄くブラシとかでつけると本当に綺麗なほんのり赤になって、めちゃくちゃ女の子らしいメイクもできるし、子供っぽくなりすぎなくって大人っぽい赤メイクができるアイシャドウなので、すごく使いやすくって大好きでした。そう、それでちょっとメイクも洋服も違うんですけど、編集してて思い出しました。私のベスコスは他にもあると思って、もうこれです。これ出ると思ってた方も結構いると思うんですけどタッチンソルのメタリストリクイドフォイル&グリッターシャドウデュオのこれはマーガレットっていうカラーです。もう編集しててそうだと思って、これを入れなきゃと思ったんですよ。このカラーが本当にリキッドとグリッターがセットのやつで、このリキッドの部分がこんな感じで、これだけでもキラキラ感はあります。キラキラ感というよりこうまぶたにつけると濡れたような感じの質感になります。それでこっちはグリッターの方はパウダーなのでちょっと落ちやすいんですけど、こんな感じでパウダーでのせると、ここにのせてこう合わせるともうキラッキラのツヤンツヤンのやつです。これがもうリキッドとグリッターを合わせると1日これが取れないです。本当にもうこすっても全然取れないので忘れてましたが、これがアイシャドウでは一番のベスコスです。なんで一番を私は忘れたのかっていうやっぱ夏がキラキラがすごい好きだったので、春夏めっちゃ使ってて、ちょっと今秋メイクにしてて、そっちのアイシャドウに頭がいっぱいだったんですけど何より一番のベスコスです。アイシャドウはメイクが違うんですけど忘れてました。アイライナー部門に行きたいと思います。アイライナーすっごい迷ったんですけど、やっぱり便利さで行ってこれにしました。タナエクセルのパーフェクトアイライナーのダークブラウンです。もうこれはなんといっても本当に優秀っていうか楽。こっちのペンシルと、あとはこのパウダー、パウダーと、あとこっちのリキッドですね。こっちは使いすぎてちょっとかすれちゃってるんですけど、この3つが1個になってるアイライナーが本当に便利で、旅行とか、あとは最近ちょっと外で撮影することもあったり、あーちゃんとの撮影とかもあったんですけど、あ、ちょっと今日アイシャドウ薄いかなみたいな、ちょっと撮影ってなると、あ、目力足りないなって思う時に、このパウダーを結構広めにガーってアイシャドウ代わりに使って仕上げてました。で、結構それで本当に何でもなっちゃうし、アイライナーもついてるので目力も足せるので本当に便利で、これはめちゃくちゃ使ってました。はい、で次はマスカラ部門です。マスカラは2本あります。下地と1本あるんですけど、多分皆さんが想像してるものは2つあると思います。まずはこのファシオのマスカラベースのボリュームタイプです。こんな感じのボリュームタイプで、私は繊維が本当に怖いし、繊維が入って1日目が痛いっていう経験を何回かしてるので、新入りの下地がちょっと苦手になってしまって、でそんな時に出会ったのがこのファシオのマスカラベースなんですけど、カールキープ力もめちゃくちゃしっかりありますし、本当にこれを塗ってから別次のマスカラを塗るとボリュームがしっかり出てくれるので気に入ってめちゃくちゃ使ってました。なのでこれをベストコスメに選びました。で次はマスカラなんですけど、本当に迷ったんですよ、第3のマスカラか。はい、だけど最近下半期ですね、本当に最近ちょっと駆け込みでこのケイトのブラックフェザーラッシュがすっごい好きで、これを選びました。この2つを組み合わせると本当にボリュームがすごいんですよ。でこれを使ってからヒロインメイクの子を使ってもちょっと物足りなくなっちゃったっていうのがあって、はい、なので組み合わせがこれが最強すぎて私は大好きなので、これを2つセットでベストコスメに選びました。で単体でも、これ単体でもカールキープ力もあるし、まあちょっと難点としてはポロポロ落ちちゃうっていうのがあるんですけど、それでもこの2つ組み合わせた時の
ボリュームにはちょっとかなうものは今のところないなと思って、この2本をベストコスメに選びました。チーク部門は2種類あるんですけど、どっちもマリブビューティーで、マリブビューティーのリップ&チークのクリームタイプとベイクドチークのタイプになります。で、色が05番とこっちはダークオレンジっていうカラーです。今日は05番のクリームチークで仕上げてるんですけど、もうどっちもツヤ感が綺麗っていうのと、これはパウダーなのでしっかりパウダーファンデーションで仕上げた後でも邪魔をすることなくツヤ感を足してくれて色もしっかり出てくれるので大好きです。で、いいチークって結構あるんですけど、この価格帯がすごく安いのと、ドンキとか楽天で買えるっていう手軽さでこれを選びました。こんな感じわかりますかね、ツヤがこうキラーンとしてくれるんですよ。で、ダークオレンジがすごい使いやすく、私の肌にすごい馴染んでくれるんですよ。で、このカラーもすごい使いやすく、澄んだカラーですごく使いやすいんですけど、このクリームチークの良さは結構こっくりしてます。なのでこうつけた後にこうしっかり馴染ませるとよれるとかなくて、逆にちょっとつけたても馴染ませにくいとまではいかないんですけど、ちょっと時間がかかるぐらいちょっとこっくりしたタイプで、逆にそれのおかげで線が入るみたいなっていうのがないので、すごい綺麗に仕上がるんですよ。なのでめちゃくちゃ気に入って、今年本当にこの2タイプのチークが好きで、パウダーならベイクドチークで、クリームチークならリップ&チークの手に取ることが多かったです。最後はリップ部門はこちらです。ペリペラのインクベルベットの、これは9番かなの赤です。今日もつけてます。本当に今年もたくさんリップを使って、で、いろいろいいものもたくさんあるんですよ。大好きなものもあるし、必ずポーチに入れるようなものもあるんですけど、最近は本当にこのティントで仕込まないとちょっと不安っていう場面が結構多くて、で、特にこのペリペラのインクベルベットが一番落ちないです。私の持ってるティントの中ではこんな感じなんですけど、で、こんな感じのしっかり発色してくれて、これはツヤもあるんですけど、塗るとちょっとこの見た目よりはローズっぽく発色します。唇でもそうなんですけど、で、今すぐ塗ってすぐ拭いてもまだ残ってるので、本当に色の定着が良くて、メイク直しができないとか、結構喋って外で撮影する時とか、まあ気づいたらリップがなくて顔色悪いみたいな時が今までは多かったんですけど、飲んでも食べてもこれは取れないので、これがないとちょっと不安っていう感じなので、今年はこれを選びました。はい、こんな感じで今年のベストコスメ2017を紹介しました。これを選んでればまあ間違いない、1日結構自信を持って出かけられるっていうコスメたちばっかりなので、プチプラが多めで、今年は結構プチプラを買うことが多くて、プチプラのいいものにたくさん出会えた年だったので、また来年もいろんなコスメに出会えるといいなと思っております。はい、では皆さんのベスコスも気になるので、ぜひ教えてください。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。次はどうしようかな、アイブロウに行きます。あー、やめます。シェーディングに行きます。ペンシルとで